それでは伊藤環境大臣の閣僚記者会見を始めます。冒頭大臣からご発言がございますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日の閣議において、総務大臣から、浄化槽行政に関する調査の結果に基づく勧告があり、生活環境の保全等に、重大な支障の恐れのある、浄化槽が的確に、判定されていない、等の実態を踏まえ、必要な措置を講じることが求められました。環境省としては今回の勧告を踏まえ、国が定めている判定指針の見直し等について早急に検討を進め、その結果に基づき必要な措置を講じてまいります。2月6日に石川県の馳知事が記者会見において県の災害廃棄物処理基本方針が示され、今回の災害では県全体で約240万トンの災害廃棄物が発生すると推計され、その迅速かつ広域的な処理が必要であること、市町への国や県全国の自治体などからの支援により令和7年度末までの災害廃棄物の処理完了を目標とすることなどが発表されました。膨大な量の災害廃棄物であり、被災自治体だけで対応することは困難です。環境省では発災直後から環境省職員の派遣や人材バック制度の活用などによる人的支援、ごみ収集車の応援派遣などにより石川県や被災市町への現場支援を積極的に行ってまいりました。引き続き県や関係省庁関係団体等と緊密に連携し、被災自治体に対して経験知見を持つ環境省職員や他の自治体職員の派遣常駐等による人的支援技術的支援を行っていくとともに、特例的な財政支援を行っていきます。これにより石川県の基本方針に沿って災害廃棄物処理の計画が具体化され、広域処理も含めて処理が円滑迅速に進むよう総力を挙げて被災自治体を支援してまいります。本日脱炭素先行地域の第5回目の募集要項を発表します。募集期間は6月17日から28日です。脱炭素先行地域は2050年を待つことなく2030年度までにカーボンニュートラルの実現を目指す全国の先行例模範となる地域で、これまでに74地域が選定されています。今回の募集では地域特性や地域課題解決横展開に結びつく地域脱炭素の基盤の構築などの観点でこれまで以上に先進性モデル性に優れた提案を選定したいと考えています。募集までの期間もあることから十分にご検討いただき先進性モデル性の高い計画を提案いただけることを期待しております。はい、はい、以上でございます。はい、大臣ありがとうございました。それではここから各社のご質問を受け付けたいと思います。ご質問ある方は挙手いただきましたら指名しますので社名と名前を述べた上でご質問ください。まずは幹事社の共同通信堀口さんの方からお願いいたします。おはようございます。幹事社の共同通信堀口です。1点伺います。欧州連合欧州委員会は6日温室効果ガスの域内排出を2040年までに1990年比で 90% 削減する目標を発表しました。 EU はすでに排出を2030年までに 55% 削減し50年までに実質ゼロとする目標を掲げていますが40年の目標を設定することで実現に向けた道筋を示した形になっています。これについて大臣の受け止めと日本での次期目標に向けた考えについてお願いします。はい、欧州委員会が1990年比で2040年 90% 削減という目標案を EU 各国に提案したことは承知しております。
まあ、極めて意欲的な目標案であるという印象を持っております。まあ、いずれにしてもこの点はこれから EU 内で具体的な議論が進められていくものというふうに認識しております。我が国は 1.5 度目標と整合的なものとして2030年度までに温室効果ガスの 46% 削減、まあ、さらに 50% の高みに向けて挑戦を続けてい いくという目標を掲げております。2021年度には2013年度に比べ約 20% の削減を達成し、着実に実績を積み重ねております。次期の NEC、 これについても IPCC による科学的知見や排出削減の実績等を踏まえつつ、関係省庁と連携しながらしっかり検討してまいりたいと思います。はい、それでは各社さんよろしくお願いいたします。では時事通信の鴨川さんお願いいたします。時事通信の鴨川です。はい、脱炭素先行地域に関してお伺いします。はい、先ほど発言がありましたように5回目の募集が今後行われます。地域の脱炭素化を図るには再生エネルギーの調達が課題となっていて、再エネ促進区域を市町村と都道府県が共同で設定できるように制度改正する動きが今あります。再エネ促進区域と脱炭素先行地域の施策を連携して実施することが地域の脱炭素化をスムーズに図ることができると思うんですけれども、今後の制度改正と脱炭素先行地域の取り組みをどのように連携させて進めていくべきでしょうか。はい、2050年ネットゼロの実現、また2030年度 46% 削減目標の達成のためには、地方公共団体が主導する地域の脱炭素化が必要不可欠でございます。あらゆる施策を総動員していくことが必要だと考えております。脱炭素先行地域は市町村等の一定地域内における民生部門の電力消費を中心に2050年ネットゼロを20年前倒しで実現する脱炭素ドミノのモデル作りを目的とするというものでございます。他方、地球温暖化対策推進法に基づく再エネ促進区域は環境への適正な配慮を確保し、地域における円滑な合意形成を図りながら地域共生型の再エネ導入を促進するための制度でございます。このように戦術的に言えば両施策の目的は若干異なるんですけれども、戦略的には共通でございます。こういったさまざまな施策を地域の実用に応じて組み合わせると、そのことによって地域の脱炭素化をさらに加速してまいりたいと、そのように考えております。他いか、じゃあ岡田さん、毎日新聞の岡田さんお願いします。毎日新聞の岡田です。冒頭の幹事社質問 の NDC の次期 NDC の設定について、はい、質問したいんですけど、はい、この次期 NDC としては2035年目標を出すという理解でよろしいでしょうか。それと EU は40年目標を示したわけですけど、この40年目標もこう一緒に示した上でこう議論するのか、これどういったこう次期 NDC の考え方かというのをちょっとお聞かせください。はい、お答えします。NDC に関するご質問でありますけれども、温室効果ガスの2035年以降の、それぞれの国の排出削減目標については COP の決定の中で2025年までに2035年目標を、2030年までに2040年目標を停止することが国連から奨励されてあります。我が国の次期 NDC に関する議論の開始時期については現行の2030年度目標に向けた進捗や各国の動向などを踏まえつつ関係省庁とも連携しながら検討してまいりますけれども、いずれにしてもしっかり議論を進めてまいりたいと思います。今のところではじゃあその35年目標を出すかどうかということも明言はできないということですか。今のところその結論が出てないということでございます。過去 の設定経緯を見ますとですね、NDC の方を先に設定してですね、でこうそれに合うようにこうエネルギー基本計画を議論していたというのが現行のものだと思うんですけども、
それまでは順番は逆だったと思うんですけど、今回はその大臣としてはですね、どういう考え方してますでしょうか。NDC を先にですね、やっぱ設定した上で、その目標に向かってこうエネルギー基本計画を議論する方向にこう日本政府をですね方向づけたいのか、環境大臣としてですね、どういう考えかっていうのをお聞かせください。NDC については基本的に環境省が主導的に決めるものだと思います。ですからその決める中においてですね、もちろんそのエネルギー排出をどうするかということになりますので、順番の話がありますけれども、あくまで環境省が主導的にこの NDC に対しての議論は進めてまいりたいと思います。まだその時期については今日明言できませんでしたけども。それはじゃあエネルギー基本計画よりも先行してっていうこともあるんですか。その時期がどうなるかという問題ありますけれども、いずれにしてもその NDC に整合的な形でエネルギー基本計画が定められるというふうに考えております。ごめんなさい、それ確認ですけど、それ整合した形でというのは、じゃあその NDC を設定した上でという意味なのかというのところはどうなんですか。NDC の議論をするときに環境省が主導的になりますけれども、その主導している中に経済産業省も議論に入りますので、したがって整合的な形でエネルギー基本計画が決められるというふうに理解しております。それについては今のところじゃあ白紙ということなんですか。その NDC をいつ出すかということについてまだ結論を出しておりませんので、そういうことになると思います。ありました、はいはい、ありがとうございました。では大野さん、北海道新聞の大野さんお願いします。北海道新聞の大野と申します、はい。熊野指定管理長寿についてお伺いしたいんですけども、はい、大臣昨日熊類の指定、はい、表明なされて、はい、地元では非常に期待の声、はい、高まっている一方でですね、はい、新しくその熊が熊に特化したその新たなその支援メニューについては、これ本当にその財政的なですね、措置が取れるのかということがまだわからないというような声も出ております。で、おそらくその、鹿とイノシシと違って新たなメニューを作るということであれば、財源必要になると思うんですけれども、こうしたその予算獲得に向けてもですね、大臣がどういうふうに取り組まれていくのか、お教えください。はい、ご質問にお答え申し上げます。今度、7月になると思いますけれども、指定管理長寿に、指定した場合はですね、そのための財政支援というものは環境省として責任を持って行ってまいりたいと思います。平成6年度の予算まだ決定しておりませんけれども、その中にすでに指定管理長寿に対する予算というのは組み込まれていると思います。ですからまず6年に関してはその中で必要な財源を振り向けるということになると思いますし、また平成6年度で終わるわけではありませんので、平成7年度についてはですね、予算申請の段階からその分も十分に勘案して、財源を確保するという形になろうかと思います。大臣、ご決意としてお伺いしたいですけど、はい、これら の昨日 その検討会で示されたメニューというのは、はい、大体もうほとんど実現に向けて大臣は動かれるという認識でよろしいでしょうか。もちろんです。昨日の決意といいますか、方針は大きく言えば2つあると思うんですけれども、熊類と人間社会の共生を図るということが、基本でございます。そのためにゾーニング管理、広域的な管理、順応的な管理、この3つの管理を推進して人と熊類の空間的な住み分けを図っていくと、その中において個体数の適切なモニタリングをした上でですね、必要な措置を取る、その中にもちろん指定管理長寿に指定したことによって、必要な措置の中に補佐も入ってくるというでもそれに対する財政支援というのもあるわけでございますので、そこだけをピックアップするということではなくて、とにかく人と熊類が住み分けるというか共生して、
クマ猟を絶滅させてはいけないと逆に思いますので、人身被害を減らす、まあ、なくすということが今回の目標だと思います。あ、じゃあ清水さん、はい、エネルギージャーナリストの清水です。はい、どうも。冒頭大臣がおっしゃった能登半島沖の災害廃棄物に関して伺います、はい、で先ほどの話だと石川県が発表したのは災害廃棄物の総量として約240万トン、令和7年度末までにと、はいはい、ただ報道等はいろんな数字が出てまして、はい、要するに全容を伺いたいんですがね、うん、例えば災害廃棄物の従来の処理の対応でいくと約50年分ぐらいある、60年分ぐらいあるとかね、それから5年以上かかるとかいろいろ出てるじゃないですか。今の処理廃棄物処理行政の施設なり、それから廃棄物の発生状況から見ると、そのどのくらいの総量が出て、今の処理状況から処理施設からいくとどのくらいの年数で完了できるだろうと、片付けられるだろうと、その辺どう見てるんですか、環境省は。石川県の予想だけじゃなくて、石川県の予想、おととい発表されたわけでありますけれども、あくまでこれをベースにですね、石川県が目指している7年度末までの完了を目指してまいりたいと思います。日本今までいろんな災害がありました。私宮城県の出身ですけれども、東日本大震災もありました。そしてまた熊本県の地震もありました。そういった過去のいろんな災害の中で、その災害廃棄物の処理についてはいろいろなノウハウが高まってきているとともに、今回もですね、宮城県等から、あるいは熊本県等から、その災害廃棄物の経験知見を要する職員が派遣されているとともに、そういう能力のある企業団体も多く支援に回っております。ですから私は石川県の長谷知事のおっしゃるようにですね、7年の末までの処理を可能にするように環境省として全力を挙げたいと、そのように考えております。で処理にはね、やっぱりその施設の整備とか、それから被災自治体だけじゃなくて、おっしゃったけども広域の処理体制をどうするか、はい、中間置き場をどうするか、はい、船やなんか、はい、海上輸送をどう活用するかとか、はい、いろいろあるじゃないですか、はい、で環境省はそういうところをやっぱりまとめるのがその主管官庁としてはね、重要だと思うんですけども、その辺の見通しっていうのは立ってるんですか。はい、おっしゃられたように環境省としてはすでに仮置き場の設置を進めておりますし、また今後必要になるさらなる仮置き場もやってまいりたいと思いますし、今運搬手段のところの話がありますけれども、もちろん海上輸送陸上輸送を合わせてですね、やってまいりたいと思い、やっていきたいと思いますし、東日本大震災は現場におりましたけれども、やっぱりあの時分別技術あるいは分別のシステムというのは非常に工夫されて進歩したんですね。で今度そういう経験自治体からもすでに職員が派遣されております。ですから過去の経験を踏まえた形で、あの時よりは相当迅速な形で災害廃棄物の処理が進むということを期待しておりますし、今おっしゃられたように環境省としては広域処理も含め、それを取りまとめる役にありますので、石川県だけじゃありませんけれども、石川県とも連携してですね、そしてまた国土交通省とも連携して、しっかりこの廃棄物の処理がですね、7年度末にまでに完了するように全力を挙げてまいりたいと、そのように考えております。でね、東松山なんかの松山市か、松島市だ、みんなそれ、はい、というようなノウハウというか経験もね、はい、大臣はされているわけで、はい、すでに私が言いたいのはね、はい、産業界、はい、産業廃棄物、今産業廃棄物事業者も優秀な、はいはい、ところがあるんで、はい、
ゼネコンとか産業廃棄物事業者をドーンとね、はい、活用した要するに官民一体の対応をやっぱり すべきじゃないか、でそういう体制を作るべきじゃないかという具合に思うんですけども、どうですか。まあ、おっしゃる通りです。すでに、おととい、そういう関係の企業がですね、石川県知事と面会したという話も聞いております。ですからすでに官民挙げてこの災害廃棄物処理をするという体制もできつつあります。はい、令和7年度なんて言わないで、もっと途端の苦しみを味わってるわけですから、はい、被災者は、はい、もっと早環境省は早くね、完了する時期を目標にするとか、そういうのを出してほしいですな。はい、まあ、石川県、とも連携してですね、まあ、7年度末という計画を立てておりますので、それが前出しできるかどうかも検討してまいりたいと思います。うん、はい、林さん、NHK の林さん、お願いします。NHK の林と申します。大臣冒頭おっしゃっていただいた浄化槽の件、大臣が言える範囲でちょっと具体にどういう内容を受けて、今後具体的に環境省としてどう対応を取っていくかっていうのを伺ってよろしいでしょうか。まず指針の見直しについて、促進するということだと思います。それからもう一つは個人が設置した浄化槽の情報というのが必ずしも市町村に十分把握されていないという現実もあります。ですから、そういった点でございますけれども、まあ、環境省としてはですね、今のことをもう少し固い言葉で言えば、国が定めている判定指針の見直し、それから関係事業者からの情報収集の仕組みを機能させる措置でございます。で環境省としては今回の勧告を踏まえてですね、専門家等による検討会を速やかに立ち上げて議論を進めてまいります。まあ、自治体や事業者へのヒアリングも行いながら、本年夏をめどにですね、方針を取りまとめていただいて、まあ、その結果に基づき、判定指針の見直し等 の必要な措置を速やかに講じてまいりたいと、そのように考えております。じゃあ環境新聞、小峰さん、お願いします。ちょっと話変わりますけれども、伊藤慎太郎大臣は英仏中伊のですね、4カ国に堪能だということは有名ですけれども、昨日ドイツ語も堪能なんだなということが分かりました。というのは、昨日大臣室で17時半から30分間の予定でドイツ連邦議員団との会談がありましたけれども、30分間も超過してですね、随分話し合ったというのは、そして、先ほども質問が出ましたけれども、EU の欧州委員会は2040年に 40% の削減を打ち出している、そういう中で、ドイツ与党のですね、キリスト教民主同盟およびキリスト教社会同盟のですね、院内副総務だとかですね、いろいろなそうそうたるメンバーが来られました。昨日はどんな突っ込んだ話をされたんでしょうか。はい、昨日いらしたメンバーとは、実は私が自民党の国際局長の時にドイツに訪問しまして、すでに何度か会ったことのある人がほとんどでございます。ですから私が環境大臣になったので、まあ、環境省にいらしたというのがまずございます。もちろん今私環境大臣でございますから、環境問題を中心に私の方からお話を差し上げました。まずCOP28 において私がどういう形で議論を主導したかということでございますけれども、まあ、COP28 ではやはりこのバイファケーションというか、先進国と発展途上国のこう二項対立にならないように、まあ、全体でそのパリの 1.5 度目標を達成するために、
私が各会議で強く主張したことやですね、まあ、その結果最終的には全会一致でデシジョンというペーパーが出されたことなどをお話しいたしまして、でその中で私が申し上げたのは196の加盟国地域が協力して 1.5 度目標を達成することが必要であるということがデシジョンに思われたことと、まあ、それに必要な資金ですね、路線ダメージもありますし、また発展途上国が脱炭素をするためにどうしても資金が必要な部分がありますので、その資金が必ずしも G7 の国だけが出すわけじゃなくて、発展途上国と言われている国の中にも資金供与ができるだけ の余力を持った国が複数ございますので、まあ、196の国の中で、資金が出せる国はそれぞれ応分の資金を出すべきだという点とか、あるいはその資金は必ずしも国による公的資金だけじゃなくてプライベートセクター民間部門の資金というものも導入してやってくる、まあ、1.5 の目標の達成のためには日本みたいにすでに整合的な削減を実施している国もありますけれども、実施しない国が多くありますの で実施してない国のうち実施できない国というのがあると思うんですね。ですからその 1.5 の目標の山に登るのに日本のようにちゃんと登っている国もあるけど、こう回らなきゃならない国、そう回らなきゃならない国に対してはやっぱり大きく2つ必要ですね。1つは資金供与と技術移転です。で日本はやっぱり環境技術というのは大変持っておりますので、そういう環境技術をやっぱり供与するということはこのパリの目標を達成するに非常に必要だと、まあ、そこで外交の話なので向こう側の発言は少し差し替えたいと思いますけれども、日本もドイツも、まあ、技術のある国なんですね。ですからその技術の面で、協力していこうということを私の方から強く申し上げたところでございます。まあ、それと前段申し上げたように私はもともとドイツに何度も訪れて去年も訪れておりますので、日本とドイツが多層的な分野で、協力していこうという話で30分を超えて会談が行われたということでございます。伊藤大臣、それじゃあ英仏中意のほか今後ドイツ語も堪能というふうに理解してよろしいんでしょうか。私は実はドイツ語は堪能どころか ほとんどというか喋れません。ところが昨日はですねご丁寧なことに、それで私英語でやろうかなと思ったんですね。そしたら通訳の方が2名いらっしゃいまして、私の発言は、ドイツ人の通訳がドイツ語に訳して、ドイツ側の発言は日本人の通訳が日本語に訳すという非常に丁寧な通訳体制で行われたので、ドイツ語ができないことはここではっきり申し上げたいと思います。はい、では本日の会見はここまでとさせていただきます。皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。